いよいよこれで最後なのね。早く聞かせてよ。ついに完結ですか。楽しみですわ。僕もどうなるか楽しみだ。暴君バルバトーゼの英雄譚の一部がいよいよ終わってしまうかと思うと残念だけど、俺は結末を知っているからネタバレしないよう黙っているとするか。ではあの後は俺とカッカは。待たせたな、当主ミノトロース。さあ改めて雌雄を決しようではないか。おう、生きていましたか。手負いとはいえ侮りましたね。戻ってきた理由は問いません。今度こそ殺して差し上げましょう。いいぜ、二度も同じ手は食わん。俺が受けた屈辱は100倍にして返してやる。それは良い。月の光の効果を遮るこの結界の中で人狼風情に何ができるというのです。そうだな、このままでは何もできん。というわけで暴君バルバトーゼ、あんたの出番だ。では見せてやろう、月の光を。天井ごと結界を吹き飛ばしただと。そんなことが。この建物は魔王クラスの攻撃にも耐えるよう設計されているのですよ。どんな設計かは知らぬが、仲間の危機を救おうとする俺の意志を止められはしない。だとささて、これで俺も本気を出せる。お前もせいぜい根性を見せてみろ。簡単に死なれてはつまらんからな。こちらとてキレンらを迎え撃つ準備は整えていますよ。行け皆の者、奴らの首を取った者には望むだけの褒美を与えましょう。ふざけるな。我らの首が欲しければ貴様が自ら取りに来い。暴君バルバトーゼの言う通り、そんな腰抜けに当主を名乗る資格なし。誇り高き悪魔の力、たっぷりと思い知るがいい。行くぞ。せい。はい。当たれ。へん。へい。行くぜ。覚悟しろ。おら！はっ！思い知れ！思い知れ！覚悟しろ！行きますよ。
か。世に逆らうな。ハニミション、やめろ。認める。私の乾杯だ。暴君バルバトーゼの殺害を企んだこと、フェンリッヒを騙し討ちにしようとしたこと、すべて謝りましょう。ですからどうかご容赦を。殺さないで、 お願いです。これ以上俺の仲間に手を出さないのであれば殺す必要はない。フェンリッヒ、お前はどう？俺もあんたもあれほどの屈辱を受けたんだ。この程度で許すことなどできるわけがない。そこをなんとかお願いします。何でもします。命だけは助けて。誰が殺すと言った？ここでお前を殺して楽にさせてやるつもりなど毛頭ないぞ。お前には死よりも辛い苦しみを与えてやろう。ここで死んでいた方が良かったと死ぬまで後悔するようにな。それはどういう？お前を地獄に落としてやる。地獄ですと？バカな、私は当主です。地獄になど落とせるものか。なめるなよ。お前を地獄に落とすことなどプリニーを爆発させるより簡単だ。この後適当な罪を着せお前の全てを奪い、地獄の底の牢獄で惨めな余生を送らせてやろう。そんな、まさか本当に？地獄か。確かにお前は当初を名乗る資格もない悪魔。地獄で一から学び直すのはよかろう。いやだ、私は地獄なんか絶対に行きたくない。逃げた。どこまでも情けない奴だ。放っておけばいいさ。どこへ逃げようと必ず奴を地獄に落としてみせる。そうならば奴の剣はお前に任せる。俺は人間界に向かうとする。では私もお供いたします。なんだその口の聞き方は。お前は金が目的で俺の仲間となったのだろう。ならばもう俺に用はないはず。無理をしてついてくる必要などないぞ。お前のやりたいことをやればいいの。それともまた命を救われた借りを返そうなどと考えているのではなかろうな。滅相もございません。ただ私がお供したいがゆえそうさせていただくだけでございます。それはこれまで通り仲間でいたいということ。ならば何なのだその言葉遣いは。いえ、仲間ではございません。これからは忠実なるしもべとしてお仕えしたいのです。しもべだと？お前正気なのか？それだけの強さを持っていながらなぜ俺に仕えたいと願うのだ。私は自分の力で叶えられる程度の野望に興味はございません。
自分では絶対に叶えることのできない野望を叶えられるお方を探し、これまで傭兵をやってきたんです。そして私は見つけたのです。私には叶えることのできない野望を実現できる誇り高きお方を。それが俺だというのか。その通りでございます。ですから僕バルバトーゼ、いえバルバトーゼ様、あなたに私の命を捧げます。俺に命を捧げるだと？せっかく命を拾ったというのに何を言っているのだ。幸いにも取り留めたその命、お前の好きに使ってもらわねば俺も救った甲斐がないというのだ。からこそ残りの命の全てをあなた様に捧げたいのです。それが私の願い。そう、本気なのだ。言っておくが、俺についてくるのは決して楽な道のりではないぞ。あなた様がなすべきことは私のなすべきことと心得て付き従いましょう。我ら人狼族の魔力の源であるあの月にかけて誓います。命ある限りあなた様に尽くすと。いいだろう、その誓い俺もこの胸に刻もう。あの月が輝き続ける限り俺のために尽くせ、フェンリッヒよ。母、全ては我が主のために。このお方こそ、俺が探し求めてきた我が主、このお方こそが全ての世界を滑るにふさわしき誠の英雄、そして俺の野望を託すことができるただ一人の男。
と、バル様が我が主となった経緯はこれで全てだ。うん、これで皆もフェンリッヒのことがより深く理解できたはずだ。我らの絆もより強くなったな。あれ、ちょっと私ちゃんと理解できてるか自信がないんだけど、要するにフェンリッチってマルチの力を使って自分ではできないことをやろうとしてるわけ？ディスコもそう思ったです。今までバルッチさんを思い通りに操ってきたフェンリッチさんですしね。間違った解釈ではないな。お前たちにしてはよく理解したと褒めてやろう。否定しないんですね。お二人の間には男同士の熱い友情だけかと思っていたのですが。あっただろう。信頼、友情、大勝利の三大要素。いや、本人が納得してるなら別にいいんだけど、でもやっぱ怖いな、エンディヒは。好きにほざくがいい。バル様と俺の関係をお前たちなんぞが理解できるはずはないからな。でもさ、フェンリッチ、あんた自分の命を捧げてまでバルッチに何をさせたいわけ？決まっているだろう。それは、それは秘密だ。